賠償シ恵子、チエコ、恵子、賠償ウチエコ、バイチエコ、1941年、昭和16年6月29日隊は、日本の女優、歌手、声優。愛称は、チコちゃん。実前は、女優の賠償三子。弟は、猪木事務所社長の賠償哲夫、日産自動車公式野球部元監督の賠償明。夫は作曲家の小六玲二郎。 西菅も生まれ、東京都北区滝野川に育つ。戦時中は、茨城県に疎開。北区立滝野川第六小学校、北区立公用中学校、現、北区立滝野川公用中学校卒業。父は、都電の運転士、母は車掌であった。珍しい賠償生は、秋田県和野郡、現、和野市と和田大湯にルーツを持つ。先祖は、 佐竹藩に仕えた主演で、先祖の一人に頭の良い人がいて初期に抜擢され、何かの賞を受けたのがこの姓の由来という。知恵子の父、美悦は、当地の出身で、中学の時東京に出て、数え年十五の時少年社賞の試験を受け合格した。母、青木花は、茨城県真壁郡山戸村、現、桜川市出身。母も小学校卒業後、 東京で女子社長となり美ツと知り合い結婚した。幼少時は喉自慢嵐として知られ、三ス児童が唱団を経て、1957年、松竹音楽舞踊学校に入学。1960年、同校を主席で卒業し、松竹歌劇団、SKD13 期生として入団、若くして逸材と注目される。同期に、坂木博美、松竹女優、加藤緑、 声優らがいる。学校時代の実習出演を経て、同年、グランドレビュー、東京踊りで初舞台を踏む。この年から主席入団生に、フィナーレの戦闘を切って、大階段を降りる栄誉が与えられ、バトンガールに奮した賠償がその初代を務めた。1961年、松竹映画にスカウトされ、松竹歌劇団を退団し、 ブチ女、中村登監督で映画デビュー。1963年、山田洋次監督の映画、下町の太陽に主演して、以降、山田作品に欠かせない庶民派女優となる。下町の太陽は、映画、歌だけでなく、現在もそのフレーズ自体が、賠償の代名詞になっている。1963年に、下町の太陽で、歌手としてもデビューし、 第四回日本レコード大賞新人賞を受賞。NHK 紅白歌合戦にも4年連続出場した詳細は各参照。他のヒット曲に、さよならは、ダンスの後に、お花は忘れなぐさをあなたに、菅原洋一らとの共作などがある。映画、男は辛いよシリーズでは、厚み清志演じる主人公者、虎次郎の妹桜役を演じ、人気を 不動のものにした、男はつらいよで共演した、吉岡秀隆とは現在でも親交が深く、北海道のつけ軍別海町の賠償の別荘に遊びに来た際には、吉岡にマッサージを頼むほどの中である。家族を、はじめ、男はつらいよ、シリーズの合間を縫って山田が発表した、オリジナル大作にも出演。特に、キネマの天地までは全て主演家、マドンナ役である。 男はつらいよシリーズ開始前の初期山田作品の、ほとんどでも倍賞が主演を務めており、延べ60本以上の作品にわたって、海外にも類を見ないほどの緊密かつ、長期の監督、主演、または、準主演、いコンビを維持した、それでいて、私的な交際の噂が立ったことは一度もない。逆に他監督作品への出演は、非常に少なく、 悪女役への意欲も口にしていたものの映画では実現していない。松竹歌劇団出身ということもあり、コンサートなどでは思い切ったモダニズム思考も発揮している。男は辛いよシリーズにおける明るいが優しくしとやかな桜のキャラクターに比べると、プライベートでの賠償はもう少しチャキチャキとしている。賠償の妖精の側面を引き出す企画として、山田の愛弟子、高橋まさくには、 NHK テレビドラマ、僕の姉さんに部作を書き下ろした。これは、文字通り、妹桜との対象をなしながら、夫も、方や公員、方や美術教師である共通点も、非常に多いという、一種の変装曲的な狙いとなっている。厚みの死去は、山田洋次から1996年8月6日の夜に電話で聞き、しばらく信じられなくて、作品は、 本人が動いているから見るのが嫌だったと振り返っており、8月13日に開かれた、トラさんとのお別れの会では、長辞の後に、桜のバラードを剣歌し、山田監督には、話が、尻滅裂になったって、構わない、途中で泣いてしまっても構わない。とにかくあなたにとっての厚美さんへの思いを話せば、いいんだからと言われている。また、男は辛いよ。 全48作で共演した、三崎千恵子が死去した際に長寿を読み、三崎が病床で聞いていたという、忘れなぐさをあなたにお歌った。2004年には、宮崎春監督のアニメ映画、ハウルの動く城ではヒロインであるソフィーの声を担当し、主題歌、世界の約束を歌っている。長年、松竹専属の映画女優であったこともあり、 テレビドラマへの出演が同世代の女優と比べて少ないが、富士テレビのコント番組、志村健の大丈夫だに出演した折には、男は辛いよのパロディを演じ、重要な大ボケの場面を見事に決めて、笑いを取ったり、コントの芝居上断層や不良役など、普段の芸風からは想像つかない役柄も、熱演しぼけから、ツッコミまで幅広く対応したりるなど、 大女優らしからぬ気さくな一面と役どころの広い芝居ぶりを見せて視聴者からも好評で回数こそ多くないがコントのオチを任されるほどの常連ゲストとして定着しバカ伝にもゲスト出した映画男は辛いよシリーズ終了後は音楽に重点を置いた芸能活動をしている歌謡曲からポピュラースタンダード同様 小歌まで幅広いジャンルを歌いこなすことに加え、日本語の発音の美しさから歌手としての評価も非常に高く、藤山一郎も評価している。現在でも精力的にコンサートを行っている。2001年には自身の胸のしこりから乳がんが発覚する。四重法賞を受賞した2005年頃よりピンクリボン活動に参加し、シンポジウムなどにも参加している。その後、 同じく乳がんを発症した山田邦子が立ち上げたスター混成合唱団のメンバーとしても、がんの啓発活動をはじめ、2008年4月に放送された BS 朝日、鳥越俊太郎の遺言がんと共に生きるで、手術時の心境や夫の力添えについてこうに、衝述した。2013年春の叙訓では、朝日賞受賞を受賞した。南の国のだよ、楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。